皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も大盛りチャリソーデラックスで遊んでいきます。さあ、今回は裏技ですかね、発見したんですけど、まあ、もしかしたら皆さんご存知かもしれませんけど、ご存知ない方ぜひですね試してみてください。じゃあグランプリモードで試しますね。左下に書いてある左手をスライドして左右に移動のこれを、まあ、左でも右でもどっちでもいいんですけど、ちょっとやれちゃった。まあ私は右でやりますかね。右にスライドした状態でこう止めておくんですよ。であと右側のジャンプタッチですかをずっとですね連打するだけと、あら不思議と、これだけですよ。右は連打で左は指を止めておくんですね。でこの指を左の指を離すともうジャンプできなくなりますのでご注意くださいと。これでしたらグランプリモードですね。この右のところにですね、なんか壁がない限りはもう当たらないのでずっと飛び続けられます。なのでこれでなんか 5000m とかですね、ノルマ達成できますので、よかったら皆さんも試してみてください。ここでちょっと手離しますけど、左指ですね。すると、こうやって右連打してももう飛べないので、多分今上から下ってるんですね。降りてきてると落ちてると言いますか、まあ、この時は速度速いので、まあ、最後はラストスパートを指離してもいいですね。結構右に行ってた。さあ、それではですね、今回の動画ですね以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったら再生リストからご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。